続いてファーシパーパルダリスです。こんばんは、ファーシパーパルダリスです。愛情からにじみ出る憎悪、執着、後悔の感情を抱いたことはありますか？私たちは愛と憎しみ、渇望と喪失、好意と嫌悪の間で揺れ動く複雑な感情を変幻自在に色を変えるカメレオンのように描き出します。その音楽はあなたを深く豊かな感情の旅へと誘うことでしょう。それではどうぞ。二度と戻ってこれ。
えない場所、あなたはみんなにバカなのに痛くて誰も答えてくれはしないからさ。